はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画716回目はおそらく2015年発売なんじゃないかなという記事を見つけたんですが、どうでしょうか。バイスクルエデンバッグレッドです。こちらの方別でブルーもあるんですが、そちらの方も、まあ、こちらの方もそうなんですが、かなりの激レアバイスクルとなっているのは銀座十二支というマジックバー、さっき清野さんがデザインされた、マジックバー発売のバイスクルです。販売の方は銀座十二支の系列店の銀座十時というマジックバー丸の内店店内で発売されているということで、ネット販売がない分オスマンドバイスクルとちょっと違う感じですね。ということでマジックバー発売限定バイスクルになります。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルエデンバッグ、横面がデザインバイ清野、エディットバイユキとあるので、デザインがさっき清野というマジシャンの方で、もう一つこれもマジシャンかな、エディットっていうことは、まあ全部の構成のことかな、がユキという方がしているみたいですね。反対側がいつもの表記とは違いますね。 Help preserve our Japanese forest to this deck save 8 trees per day と書いてて、直訳すると日本の森林保護にご協力ください、このデックで1日あたり8本の木を節約できますと書かれているので、まあ再生紙が使われていてということかな。かなで上面は効果、通常の黒色クロージャーシール、これが使われ始めてるってことはね、2015年以降でまあ間違いないと思います。でこれと同じなんかな、が上下左右対称になっている、完全にいつものバイスクルと違っている完全カスタムデザインですね。で下面がマニファクチャードバイザユナイテッドステイツプレインカードカンパニーアランが KY 製で、エデンバッグデザインイズクレテッドバイキヨノでリサイクルマークですね。じゃあ開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。一面は真っ白、こっちが表側かな。ちょっとね、最近のバイスクルでパツパツしてますね。結構ボーダーを太めですね。1枚目がブランクフェイス、もう1枚もうブランクフェイス、ブランクフェイスが2つついてますね。うん、まあシンプルにいい感じのデザインですね。では表面いきます。はい、ジョーカーも完全カスタムですね。エデンのそのイメージなのか、蝶とか草木が描かれている感じです。ジョーカーは2つとも同じですね。でこれがバイスクルエデンバッグのスペードのレース、ホッチマンコードはないみたいですね。表紙も通常の大きさの数字のマークですね。これは完全に通常のバイスクルの配色です。スタンダードと同じ感じですね。赤の色も通常と同じですね。スタンダードな色合いとスタンダードな絵札になっています。でハートのエース、まあ、完全に差はねジョーカーとスペードのエースのみみたいですね。2021年のスタンダード54枚と2021年のスタンダードよりも1枚分厚みがあります。スペンの方は高品質。お、なんかね変な癖とかはなくて両面硬いですね。浮きも少ないですね。でもパッと取れるくらいの反りがあるみたいです。バッファローを入れてみます。入っていかない。ではフェイス側から、はい、スッと入っていくので5段カットしようですね。
バイスクルエデンバッグレッドを開封しました。まあ、マジックバーの限定レッグということでね、しかも店内で発売されているのみみたいなので、かなり入手困難じゃないかなと思います。まあ、とりあえずね、青の方はちょっと、まあ、もういいかなと。結構中身シンプルなんですよね。バイスクのスタンダードそのままなので、違いが特にないので、あんまりたくさんストックが欲しいという感じにはならないです、という感じで。ではジャンル分けします。2021年のスタンダードよりも1枚分の厚みがあるので厚い。モダンカット仕様の高品質。マジックバー銀座十二時のサディ・ティオノさんデザインで、販売の方は系列店のマジックバー十時丸の字店店内発売ということで、まあ、マジックバーコラボですね。で、デザインの方がファンタジーデザインでいいのかな、コンセプトデザインで、すでにレアレッグとなっているみたいです。最初からね、入手が困難な気はします。バイスクルエデンバッグレッドでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。